to come in. Hi, loves. 今からスピリチュアル系の英会話やっていきます。なので、for those people who are looking, how are you all feeling? 今何を感じてますか? Let's write in the chat. Hi, Misaki. Alright. じゃあちょっとみんなのこと待ちながら。Hi. 今私一応 Facebook の方も見ています。OK。今日も美しい。あ、Thank you. あ、受け止めてくれてありがとう。Yes, I fucked up yesterday. Party too hard. もうすごいパーティーをして、もう、みたいな感じで、もう起きたのが、リアル起きたのが今日でした。Alright. じゃあちょっとこのスピリチュアル系の英会話をしていきたいと思います。いや、で、なぜこれをしてるかっていうと、今私の一つのサービスとしてね、今後例えば海外に行ってリトリートしたいとか、今後海外に行って、ま、もっとなんかスピリチュアル系学びたい、リトリート行きたいっていう方向けのカスタマイズ化した英会話セッションっていうのを今行ってます。いやー。で、まあ、やってるよっていうので、あと、やっぱさ、英語って、違う波動って感じる人がいると思うの。英語を話すときにはもっとポジティブになれるとか、もっとオープンになれるか、なれるとかね。そう感じてる人が多いと思って、だからこそなんか英語を通して、もっとなんか、あ、イエスみたいな感じになってくれるといいなと思ってこれをしてます。いや。で、今日教える、まあ、お伝えすることは、なんかみんなの日常の生活に使ってくれると嬉しいなって。いや。そう。で、今日はね、ちょっと2回目が、録画されてたけれど、音声がなかったっていうことで、2回目の復習と、3回目、今日やっていきます。うふん。So let's all take a deep, deep, juicy breath. And, okay.じゃあ、2回目のセッションでやったことはね、とっても素敵なことなの、素敵な表現で、それは何かっていうと、例えば、誰かに褒められた時、誰かに褒められたとかは素敵だねって言われた時に使える言葉。いや。で、もちろんこれっていうのはスピリチュアル系とか内観系とかしていないと、What the fuck? みたいな、何言ってるのかわからないっていう人が出てくるかもしれない。でも、こういうリトリートとか内観系してる人であれば、Oh, wow, so beautiful, すごい美しいって言ってくれるはず。いや、で、私、で、なんか私は、なんかバリに行った時にね、あのカフェで、もうあなたも素敵なオーラの人がいて、もう輝いた人がいたから、もう、Wow, you're so beautiful って言ったら、彼女が言った言葉が、Oh,I am just a reflection of you. あの、Facebook の方にちょっとコメントで書くね。もし、もっと知りたいっていう、なんか、もっと知りたいっていう方は Facebook の方に行ってくれると嬉しいかも。あの、プロフィールのリンクから行けます。I am just a reflection of you. I am just a reflection of you. Reflection って反映って意味なのね。反映。I'm just でただって意味だから I'm just a reflection of you あなたの反映だけよみたいなあなたの投影だけよある意味あなたのコンシャスあなたの意識の投影だけだよって言ってるのいやどういうことかっていうとあー Thank you love 書いてくれてありがとうみさきちゃんいやみんなもどうこの素敵じゃない?もう素敵だと思ったらもうハートマークとか私使いますって書いてくれると私もテンション上げ上げになって私が発信するなんか質も変わってくるから嬉しいです。Yeah? I'm just a reflection of you. So I'm just a reflection of you. そうだから自分のコンシャスの意識のクオリティの反映だねみたいな。もし自分もそういう考え方がなければそういうことを言えられない。だからこそあなたは美しいねって言った方は自分のこともなんかそういう意識だから言えるの。あとちなみにリアルにこの世界っていうのはもう本当に考えてみて私たちのこの世界ってさ自分たちのマインドが映されたものがこの世界じゃん。マインド、本当にこの世界が
を本当ってわけでもないじゃん。全部自分のマインドだから。と思うと、本当に、ここに映るもの、自分が作っている現実っていうのは、自分のコンシャスの投影なんだよね。っていうことは自分が、あなた素敵だね、美しいね、とか、こういうところが素敵だと思いますとか、褒めることができると、それはもう自分を表しているの。自分のあり方を表現しているの。Yes, Misaki, I love that. I'm just a reflection of you って自信やセルフラブがあるからこそ言えるんだと思う。素敵だって。Misaki, you're beautiful, you're amazing. ちなみに Misaki ちゃんとは、セクシーマニーゴッデスを一緒にね、講座します。なので、もし気になる方は、美咲さんの見てください。1月、まあ、今月から始めます。で、明日美咲ちゃんと夜10時からライブを行います。So, だからこそ、これ使ってみて。I'm just a reflection of you. I'm just a reflection of you.で、で、ある意味、ここでね、私のおすすめは、これを実際、まあ自分は、まあ、だからこそもうたくさん褒め合おう。なんかみんなのことを。どうしてかっていうと、褒めるっていうことは、自分もそういうところが見れるからとか、自分の可能性があるからこそそういうことが言えるの。時々私が思うのは、私の発信とか見てね、あ、りんちゃんみたいに開放的になりたいっていう人がいるの。でもそれを言えるっていうのは、ある意味その可能性があるから言えるのね。私の中で思うのは、もう私の中では、もう多くの人も思ってると思うけど、We live in a parallel universe. パラレルユニバースに生きてるよね。で、この次元っていうのはもう多次元がたくさんあって、そのうちの一つの次元にも、今、here and now がたくさんあるイメージ、今がたくさんあるイメージ。で、もしね、あなたが褒められるっていうことは、誰かを、今自分にはないけど、それを褒められるっていうことは、ある意味ね、その波動、褒め、自分が褒めた対象の人の波動を持った多次元の自分が、多次元の自分とすぐ近くにいるからこそそういうことが言えるの。Do you feel me on this? Do you feel me? もう一度言うね。あー、大好き、ありがとう。もうね、あ、ちなみに今コメントで書いてあったのが、りんちゃん大好き、りんさん大好き、かわいい、見とれるだって。もう見とれて。I'm just a reflection of you, love. Just a reflection of you. So, もう一回言うと、ある意味褒めることができるっていうことは、褒めた人の、まあ、いいなと思った人のクオリティをあなたの多次元の自分が共鳴することができて、その多次元の自分が、私待ってるよ、待ってるよ、早く来てって言ってる感じ。Yeah? So, isn't that cool? もしなりたいと思えたっていうことは、もうなれるの。なれる可能性がなければ、そういう発想もないから。だからこそね、私が特に思うのは、私の発信とかね、他の人の発信見て、ああ、いいな、私にはないなって思ったことある人。いる?この中で。またリプレイ聞いてる中で。もし、いた人がいたら、raise your hand, yeah? Or give me a heart. ちなみに、私はそうだった。昔は、結構、特に昔は、ああ、この人いいな、私には、ああ、yeah, I remember. 特に2019年、私がリトリートとかいろいろトレーニングを受けた時にみんななんかすごくて、私にないものがあるってすごい悲しんだことがあったの。自分の理想と今の自分が全然違いすぎて、でも自分の理想っていうのは結構すごすぎて、なんかもうエネルギー感じて、スピリットと話していて、みたいななんかリアルそんな感じ?でも、もうなんかスピリットと話して、スピリットの声も聞こえて、それをこの三次元の世界を送ることができることをしたいみたいな。でもそれができない自分が悔しいみたいな。なんかさ、fuck this! Who cares? って感じじゃん。まあ、そんなことで本当に結構毎日泣く時もあったの。自分の理想の姿と今の自分のギャップが違いすぎて、ああ、先っぽいギャングみたいな。
そういうことあった人いる？嬉しい。I love you. まあそういうことがあって、何を言いたいか忘れちゃったけど、あ、そうだ。でもそれが、そうやって悔しいなとか、自分の理想な、自分慣れてない、あの人みたいになれたいと思うときには、それは、共鳴、すごい近いところでの共鳴している多次元の自分がいるからそういうことが思えるんだよ。希望を持ってっていうことを伝えたいです。So let's take a deep breath into 自分がいいなとか、自分が褒めることはもうすでに自分の中にある。自分の中にあるからこそ、そういうことが思いつけることができる。そういう発想ができる。もう自分は I am already there. そこにもうすでにいるんだ。に深呼吸。はぁ、あ。I am just a reflection of you. ぜひ使ってみてね。ちなみにこれは後で YouTube でアップするから YouTube も please check it out. I love you all.And then, 次の第3回目ね。これが3回目。これが2回目が先週の振り返り。3回目は、I love this. I love this. Everything is working out for me. で、ちょっとこれも Facebook 上のあれライブに書いておきます。Everything is working out for me. Everything すべてはもう私のために起きている。もう、もううまくいっている。すべてうまくいっている。Everything is working out for me. Everything is working out for me. 素敵じゃない ?Everything is working out for me. 例えばうまくいかないことがあっても、下げぽよになっても、自分が期待していたことも、が起きて、起きなくても、It's all good. Everything is perfect. Everything is working out for me. もうすべて起きるべきことが起きているからこそ、もうすべては完璧なの。で、この真実にリラックスできるほど、本当に自分の人生はもう幸せっていうか、満たされていく。いや、結構下げぽよの人は、今を喜ぶことができない。今に不満を持ってしまう。今に満たされていない。今の悪いところを見つけてしまう。いや。で、やっぱそういう考えは、It is not fucking pleasurable. 楽しくないよね。つまんないよね。もう下げぽよになるだけしかないよね。だからこそ、そう思うのではなくて、Everything is working out for me. 全てはうまくいっているんだ。で、こう思っていくと、自分がうまくいかなかったこと、できなかったことも、Oh, everything is working out for me. Everything is aligning to my truth. すべては自分の真実にこう align。なんか、すべては自分の真実にこう繋がってくれてんだ、ガイドしてくれてるんだと思うほど、人生はすごい幸せになっていくの。So let's take a deep breath into everything is working out for me. Yeah. で、今までのこともちょっと思ってもらいたいんだけど、自分の過去とかでもね、下げぽよとか辛かったとか大変な時あったと思うの。あったよね。Who can relate to this? 共感できる人。Yeah.でも、今からちょっと考えてみると、もう俯瞰してみると、そういう辛いことがあったからこそ、You are here now. そういう大変なことがあったからこそ、今こうやって私の発信するものに共鳴していたり、ここに今いるよね。だからこそ、Everything is working out for you. なんか本当にしてもらいたいのは、また私のクライアントにもね、必ず言うことは、今まで辛いことはじゃあリストアップしてください。じゃあその辛いことで学んだことは何ですか？で、最初はね、詐欺ぽよギャングの人たちはそんな学ぶことはなかった、辛いことしかないとか言うんだけど、No! 絶対あるから。まず、学べたことはそれがあることで自分のことを愛そうともっと思ってるはずなの。だからこそ私のコーチングを受けるとか、だからこそ自分と向き合うことしてると思うのね。もうそれだけで It's a huge win!
Remember, you are living life. You are here on earth to have a journey. この人生で完璧になるために生まれてきてるんではなくて、自分はすでに完璧である、人生は完璧であるっていうことを思い出すために生まれてきてるの。これを、この何、もう人生はジョーニーだって思う、感じることのために生まれてきてるの。So, 辛いことがあっても、Oh, thank you. Everything is working out for me. っていうことを信じていこう。で、そうしていくと、後々分かってくるから。ああ、だから、ああいうことが起きたんだって絶対分かっていくの。それを信じて。で、それを信じるか信じないかはもうあなたの、あなたのもう決断次第ね。でも、信じるほど言えることは、信じるほどどん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 人生が生きやすくなっていく。信じなくても全然大丈夫。でもそう信じなければ、本当にどん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 人生はもっと大変でもっと苦しくなっていくの。いや、最近もストーリーであげたけど、心地よくないものは、もう素直になって、Don't do it. 考えることもやめていく。じゃあその代わりに何を考えますか？何を考える決断をしますか？それをしていこう。Okay! So, I love Chikai-san. Thank you for your heart. I love you. そうね。なので、まあそんな感じで今日終わりたいと思います。今日はその3回、いつも月曜日の9時ぐらいかな？だからきっと9時から、9時5分から9時15分の間に、まあ Facebook ライブだけよりはなんか私ね、インスタライブの方がね、なんかテンション上がるから、両方ともでやっていきます。でも、録画っていうのは YouTube でアップするので、YouTube をぜひ見てください。イェーイ。そして、まあ最後に伝えたいのが、今、その二つ、まあ、いろいろやっていて、いや、定期的っていうかずっとやってるのは、その英会話セッション、海外で学びたいとか、もっと英語に触れたい、英語で内観したい、自己理解深めたい方には、私は1対1の英会話のコーチングセッションもしています。で、最初はもうマインドセット、もう英語完璧じゃなきゃいけないっていうなんかさ、無意味のこのブロックがあると思うのね。それは外す、ために踏み出せるようなセッションを行った後に英会話をしていきます。英会話をまた学んでいく。もう自分が学びたいことだけ学んでいく。なのでそれが一つ。あとは、女性性外科に興味がある人たち、自分をもっと自己解放していきたい、もっとセルフプレジャーとか、感情の向き合いとか、もっとリンちゃんみたいに、わーみたいな、なんか人の目を気にせずに発信していきたい、顔をしていきたい方には、で、本気の方、ただなりたいとかね、fuck that. なんかそんな適当な人はいらないし、絶対そんな適当だと変わらない。もう一回言うね。適当な決断は絶対変わりません。適当な決断は絶対変わりません。適当はもうずっと適当なままなの。だからこそ自己解放とかね、適当に、なりたいって言ってる人たくさんいるの。でも本当にその覚悟はありますか？で、やっぱりその覚悟がある人、決断できる人だけしか解放できないんだよ、やっぱり。いや、適当に自己解放したいと思っても、あなたは今のままで終わってしまうの。And for those people who invest, いや、覚悟があって、自己投資する人、で、投資はお金でもあるかもしれないけど、時間とかね、意識の投資ね。がある人こそ、どん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 自己解放ができていくの。Are you ready for that? Yeah? っていうことを伝えたかったです。So those two things. なので興味がある方は DM してください。Mm-hmm. So let's take a deep breath into 毎日の決断。毎日自分の幸せな決断をしていこう。毎日自分を好きになる選択をしていこう。それに深呼吸。はい。じゃあ、復習として今日やったことは、I'm just a reflection of you. あとは、everything is working out for me. 来週は、月曜日の9時から9時15分の間にライブをしていくので、please check it out.
I love you all! 大好き大好き。バイバイ。バイ。